新世紀、エヴァンゲリオンエヴァンゲリオン新劇場版エヴァンゲリオン、新劇場版 Q エヴァンゲリオン新劇場版 Q は2012年11月17日に公開された日本のアニメーション映画エヴァンゲリオン新劇場版全4部作の第3作目にあたる。略称はエヴァ Q エヴァ Q など、スタジオジブリ製作の特撮短編映画巨神兵東京に ゲンワル劇場版と同時上映された。大災害、セカンドインパクト5の世界を舞台に、人型兵器、エヴァンゲリオンのパイロットとなった少年少女たちと、第三神道教師に襲来する謎の敵、使徒との戦いを描いた、テレビアニメ、新世紀エヴァンゲリオンを新たな設定とストーリーでリビルドしたものが、エヴァンゲリオン新劇場版シリーズである。 本作は2007年公開のエヴァンゲリオン新劇場版序、2009年公開のエヴァンゲリオン新劇場版派に続く第3作目にあたるタイトルの9は当初は雅楽の用語序破級に由来する9とされていたシリーズ第1作序は TV シリーズ第1話から第6話までのストーリーをほぼ踏襲していたが第2作派からは TV シリーズ第8話から第19話を元にしつつも、新たな登場人物、エヴァンゲリオン、死となどが加わり、新劇場版独自のストーリーへとシフトしていった。そして本作、Q では、前作から14年後の世界における、ナーブと、ハンナーブ組織、ビレの戦いなど、t v シリーズ野球劇場版とは全く異なる、ストーリーが展開される。 2006年、2007年、2009年、2011年、2012年、2013年、2014年、2020年、2021年、風切り時の上映関数は、除の85、派の120より、大幅に増え、日本全国224スクリーンで公開された。2012年11月17日、18日の初日2日間で、観客動員数77万1764人。 工業収入。これは2012年をオープニング週末成績に、邦画の初動講習としては歴代4位の記録であった。公開後9日間で観客動員数203万2147人。工業収入は28億5812万6200円を記録し、10日目には公衆30億円を突破することが確実となった。一方、 観客動員数は2週連続1位であったが、3週目は007スカイホールに抜かれ、第2位となった。2013年1月12日には、観客動員数が363万以上となり、工業収入は50億円の大台を突破した。また、これにより、全国94班の劇場による1月26日付での追加拡大公開も決まった。 同年4月19日に日本国内の上映が終了し、最終的な観客動員数は382万6472人、工業収入は52億6737万3350円となった。これは2012年の映画工業ランキングの中で、ブレイブ・ハーツ・ミザル、テルマエロ・マエ、踊る、大捜査戦、ザ・ファイナル・新たなる希望に次ぐ、第4位の成績である。 インターネット上や映画雑誌、キネマ旬報の編集部でも、本作の評価は、賛否両論となっている。前作、8週版で描かれた、ニアサードインパクトから14年後、カツラギミサトをはじめ旧、ナーブ職員らは、ハンナーブ組織、ビレを結成し、ナーブのエヴァを殲滅すべく活動していた。ビレは、四季派、アスカラングレーノのルエヴァ改めに豪気と巻派、 マリー・ラストリアスのノルエバー8号機の2機によって衛星軌道上にナーブンが封印していた初号機を強奪する US 作戦を実行する。改めに号機はエヴァンゲリオンマーク04コード 4A 数体から妨害を受けるが8号機の援護射撃でそれを突破。さらに初号機と共に格納されていたマーク04コード4バイトの迎撃により窮地に陥るも 一時的に覚醒した初号機によって助けられ、初号機と共に地球へと帰還する。ビルの帰還、AAA ブンダーで目覚めた、シンジは、ブンダーはマーク04、コード 4C の襲撃を受けるが、空中戦を展開しそれらを殲滅する。その戦闘後、リツコはシンジに初号機から保護されたのは、彼のみで第10の首都から救出したはずの、 アヤナミレイは発見されなかったこと、そして、シンジが今後エヴァに乗って、それを覚醒させた場合、装着された首は DSS チョーカーが発動し死ぬことを告げる。そこに、ナーブのエヴァマーク09が、ブンダーを吸収し、シンジを連れ戻そうとする。マーク09から呼びかけるレイの声を聞いたシンジは、ミサトたちの警告を無視して、マーク09とともに、ナーブ本部へ向かう。 地表にあった第三神道教師が消滅し、後輩した、ナー部本部へ戻ったンジは、エヴァマーク、霊9から降りた霊と改めて顔合わせし、怒り言動からは渚カオルと共に、エヴァ第十三号機に乗るよう命じられる。ンジは霊が生きていたことを知り、さらにピアノの連弾を通してカオルと親しくなり、次第に元気を取り戻すが、自身が起こした、ニアサードインパクトが、 原因で14年の間にサードインパクトが起こり、一面がシンクに染まり後輩、小化した世界になったこと、そして今ナーブにいる霊は別の複製体であり、自分の知る霊がまだ初号機の中にいることを知り、絶望する。第13号機完成後もシンジはエヴァに乗ることを拒むが、カオルがシンジの DSS チョーカーを外して、自分の首に移し説得したことで、カオルと一緒に、 第13号機へと乗り込むことを決める。シンジとカオルを乗せたエヴァ第13号機は、アヤナミレーノの乗るマーク、09と共に、サードインパクト爆心地である、セントラルドグマ最深部へたどり着くが、カオルは、第2種トリリストマーク、06に刺さる2本の槍を見て、そこにあるべき槍ではないと困惑し、狼狽する。さらに、アスカの改め2号機とマリの8号機の妨害を、 受けるが、真ジはそれを尻け、カオルの生死も拒んで、ついに2本の槍を抜く。すると、第2の死と、リリスのムが、継承崩壊し、マーク、06の体内に潜んでいた第12の死とが、活動を再開、黒いケーブル状の姿を表して、第13号機を包み込む。しかし、第13号機が覚醒したことで、第12の死とは、 第13号機に吸収されながら急激に縮み、収縮したコアは第13号機に噛み砕かれた。そして第13号機は疑似進化形態を超えて覚醒する。覚醒した第13号機は上空へと浮上。原動の罠によって第1の首都から第13の首都に落とされたカオルがトリガーとなって、ホースインパクトが始まる。ビレは、ブンダーで第13号機を襲撃するが、 本来のブンダーの主であるマーク0級の迎撃を受け、ブンダーの制御を乗っ取られる。そこに、改め2号機が駆けつけ、獣化形態でマーク0級と交戦するも、時間が足りず、改め2号機が自爆攻撃を仕掛けマーク0級を殲滅する。首輪が発動し、カオルは首に十数発の弾丸を打ち込まれ死亡する。覚醒状態を止めた第13号機は地上へ。 落下するが、ホースインパクトの進行は止まらず、マリーが8号機でシンジの乗るエントリープラグを強制射出させたことで、ようやく収束した。地上に落ちたエントリープラグの中でうずくまっていたシンジをアスカが助け出し、そこに綾波霊も現れる。アスカは放心して反応しない、シンジの手を引いて歩き出し、そして霊も二人についていく。詳細は、 新世紀エヴァンゲリオンの登場人物を参照前作派から14年が経過しているが、エヴァのパイロットはエヴァの呪縛により外見に年齢変化がない。主人公、ナーブゼーレ側の人物ビレ側の人物詳細は、エヴァンゲリオン進撃場版のエヴァシリーズを参照、使徒に対抗すべく建造された人型兵器。特務機関ナーブが開発し、保有、運用していたが、 本作ではビレも保有、運用している。パイロットは、円筒系のコックピット、エントリープラグに乗り、主に神経接続によって、機体を操縦する。使徒と同じく AT フィールドを持ち、使徒のそれを中和、侵食、破壊することができる。初号機、二号機は t b 版から引き続いて登場するが、新劇場版での新機体として、マーク06、8号機、 マーク09第13号機が登場する。この他、作中では、正体不明であった、コード 4A、コード4倍と、コード 4C もエヴァンゲリオンであることが、BDDVD のブックレットにおいて明らかにされた。ム用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン、試験所号機、長い一本の角を持つ、双眼で、紫色の機体。本作の序盤で、ビレが、 衛星軌道上から回収し、シンジを保護した後、トリプル a ブンダーの手記として利用している。シンジとのシンクロ率は0.00%となっており、たとえ登場しても動かすことができないが、US 作戦時には、アスカの危機に際し一時的に覚醒し改めに合機を支援した。ハム人がト型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン製機実用型に合機4、ガンを持つ。 赤色の機体。アスカが登場するビレショ勇気。前作、派の第10首都線で大破し、本作では欠損パーツを機械化した、改めに号機として登場。エヴァンゲリオンマーク、04コード 4A、4バイト、4C の3種類が存在し、いずれも従来の人型のエヴァとは、形状が全く異なり、コアブロックと呼ばれる弱点を持つ本体は、円盤状。また、 こういう波形パターンは、首都と同じ、青とされるが、モニター上では、ニアリーイコールとなっている。コード 4AUS 作戦時に、改め2号機を襲撃した機体。モニター内の表示は、マーク 04A。黒い円盤上で、コアが2つ、初号機の肩パーツ状のものが4本、長いトゲ状の突起が4本ある。アンチ AT ィフィールドを展開し、3段を放つ。 いずれも8号機の援護射撃で破壊された。高度4倍と u S 作戦時に、改め2号機を襲撃した機体。初号機と共にナーブロ号のある、封印容器に格納されていた。黒い円盤状で、コアが一つ、初号機の肩パーツ状のものが2本、折りたたまれた帯状の、フィールド反射膜を4本持つ。フィールド反射膜による強力な光で、改め2号機を襲う。 フィールド反射膜の上を滑るように移動し逃げるが、一時、覚醒した、初号機の放つ光線により破壊された。破壊時には、継承崩壊し、虹の輪が現れた。コード 4C 分断を襲撃した機体。ネーメズイスシリーズとも呼ばれる。モニター内の表示は、コード 04C。接触した巡洋艦が消滅する、光の柱を多数出現させ、艦隊を包囲し、 ブンダーに迫るが、偽装国運内に潜伏していたコアブロックをブンダーにより引きずり出され、エネルギー貫通弾の連射により破壊された。コアブロックは黒い円盤状で、コアが16個、初号機の肩パーツ状のものが32本、体上の腕を16本持つ。破壊時には、継承崩壊し、虹の輪が現れた。エヴァンゲリオンマーク、06バイザー型のカメラアに、青色の機体。 カオルによると、自律型に改造され、人類に利用されたという。リリスの背の上にあり、槍の一本で、リリスと共に貫かれ、白色化していた。体内に、第十二使徒が潜んでいた。ハムヨヒト型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン製機実用型八号機、八眼を持つピンク色の機体。マリが登場するビレ所有機。エヴァンゲリオンマーク、09A5 号機に似た。 単眼の山吹色の機体。綾波イが登場するナーブ所有機。ビレ側の人間からはアダムスの器と呼ばれる。トリプル a ブンダーの本来の主。全身がコアであり、頭部を破壊されても倒れることはなく、変形や頭部の再生も可能。エヴァンゲリオン第13号機初号機に告示した長い一本の角を持つ、四眼で紫色の機体。 本作中盤で完成したナーブ所有機。複座式でエントリープラグ及びプラグソケットがそれぞれ2つあり、シンジとカオルが登場する。このシステムは建前上はセントラルドグマにある2本の槍を持ち帰るのに魂が2つ必要であることによるものとされているが、実際は覚醒により DSS チョーカーが作動して片方のパイロットが死亡しても生存している。 もう片方のパイロットにより、ホースインパクトを継続させるという、ゼールの保険としての意味合いの方が強い。本来の腕とは別に、胸部に2本の腕が格納されており、これを展開することで計4本の腕を持った異様となる。片パーツに装着したコンテナに、AT フィールドを展開する、ラグビーボール型の浮遊する小機、RS ホッパーを計4機格納しており、 公主に力を発揮するが、第13号機本体は、AT フィールドを持たない。正体は、アダムスの生き残りとされる。死と、新劇場版に登場する死とも、参照第4から第10までの使徒はいずれも、第3神闘教師に来襲していたが、本作では、そのような描写はない。形状や能力はそれぞれ異なるが、必ず、コアと呼ばれる部位があり。 それを破壊されると活動を停止し全身が地のような液体に変化する。第一作、序の第6使徒出現時に、剣道が残り8体の使徒を倒さねばならないと発言しているが、その場面の時点で未殲滅である第3の使徒と第6の使徒旧終了現在進撃場版未登場の第11の使徒そして本来なら存在することのないはずの、 第13の首都を数に入れているのか不明である。第1のシトナギサカオルが第1首都であるが、剣道の策略により、第13首都に落とされた。第2の首都、リリス前作、浜では、セントラルドグマで貼り付けにされていたが、本作では、セントラルドグマ最深部に、首のない胴体、第1発令所跡地に、例の顔を下頭部がそれぞれ安置されている。槍が2本刺さっており、 うち一本はマーク06とリリスを貫いている。第十二の死とマリによると最後の死と自立型に改造された後セントラルドグマ最深部に放置されていたエヴァンゲリオンマーク06の体内に潜んでいた。マーク09がマーク06の首を落とすとそこから黒いケーブルの束のような形を表す。第十三号機を取り囲むと巨大な赤い球体に変化。 さらに例の顔のような形を通り、その後、体児が丸くなったような形となる。第13号機の覚醒とともに急速に縮小し、第13号機に吸収され、コアは噛み砕かれる。第13の首都、ないはずの13番目。本来第一首都であった、渚カオルネルフ首都に抵抗すべくエヴァを開発、運用する組織として設立された、国連直属の特務機関。 前作、浜では、第三神東京市の地下空間、ジオフロントに本部があったが、地表が消滅したことで空が見えるようになっている。本部は荒廃しており、怒り玄道、冬月、構造、なぎさかおる、綾波玲以外に、人の姿は見当たらない。終盤では、玄道と冬月が、ブンダーア同様の球場の司令室にいるところが、描かれている。税で7名から構成される組織。 モノリス内に脳神経等の生体組織の描写があるが、剣道によると人類とは別の人類に文明を与えた生命体。剣道の指示で冬月が電源を落としたことで死亡する。ビレナー部壊滅を目的とする組織。ブンダー及び数十隻の両艦からなる艦隊とエヴァ改め2号機、8号機を所有する。ミサトとエヴァのパイロット2名を除く構成員は、 青いバンダナを身につけている。ドイツ語で、意志を意味する。トリ AAA 分断ハンナーブ組織、ビレが保有する巨大戦艦。劇中では、分断あと呼称され、艦長は、カツラ里大佐、副長は、赤木律子が務める。トリプル a は、オートノマスアサルトアーク。分断はドイツ語で、奇跡を意味する。赤木律子は、希望の船とも発言している。基本構造。 長い二重螺旋状の構造からなる、中央船体の上部左右にエンジンを含めたブロックが一体ある三道構造で、さらにその両脇に巨大な主翼がある。本来は、エヴァマークュ9がその主であったとされるが、作中では、ビレが初号機を主機として組み込み利用している。エヴァのエントリープラグに似た形状の円筒が5本あるが、エヴァの身長ほどもある巨大なもの。 環境通常と戦闘用のものがあり、通常時の環境は前方下部にあるエヴァの頭部状の箇所。その髪型には休憩の戦闘環境があり、使用時には内部に LCL ガスが充填され、エヴァのエントリープラグ同様に全方位ディスプレイとなっている。オペレータ席が7席あるが、うち1席は空席。環境広報には、マギの文字が確認できるが、 オリジナルのものであるかは不明。能力手記点火時には、エヴァ覚醒時と同様に天使の輪が二重に現れ、艦隊ごと空中へと浮上する。手記から供給されるエネルギー貫通弾を用いた手法は、ネイメジスシリーズの AT フィールドをも粉砕するほどの威力があり、また AT フィールドを用いた体当たりも可能である。その戦闘能力は、神殺しの力と呼ばれる。テーマソング。 歌田ヒカル、桜流し公開日まで主題歌に関する情報は伏せられていた。歌田ヒカルは2010年に活動無期限停止を発表していたが、制作スタッフからの熱い要望と当該作品に対する強い思い入れにより制作された。音楽配信開始から2時間50分で iTunes ストアトップソングチャート第1位を獲得。 レコ直シングルデイリーランキングでも2日連続で1位を達成している。また、後述のオリジナルサウンドトラックにも収録されている。2013年4月24日に劇場版からの再調整を施した、ブルーレイディスク DVD 版、エヴァンゲリオン新劇場版、Q エヴァンゲリオン3 3 3ーキャンリドゥーを発売。2012年11月28日に、 サギスシローによるサウンドトラックシローサギスミュージックフロムエヴァンゲリオン3.0ユーキャンリドゥーが発売された。また、2013年4月24日に発売された BDDVD には初回特典 CD として使用楽曲をすべて劇中サイズで収録したエヴァンゲリオン新劇場版旧オリジナルサウンドトラックが付属する。全売券は特典付きのみ発売された。 カラーから公式フリーペーパー今エヴァが上映劇場、書店、ローソンなどで配布された。表紙にはエヴァンゲリオンの今を知るフリーマガジンとある。書店で無料配布されているスタジオジブリの小冊子、熱風の2012年12号で本作の特集が組まれ、氷川龍介ュ野モヨコ、トドロキ一揆、ヒグチシ大月春林の記事が掲載されたが、 すぐに品切れとなってしまったため、この特集を期間限定でウェブ公開することとなった。富士急行線で運転されたエヴァンゲリオン新劇場版急公開記念電車。ありがとうございます。